皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、そんなにガツガツ稼がなくていいんですという人にアドバイスするのが難しい理由ということについてお伝えしてみたいと思います。えっ、ー、と、もしかしてこの動画を見ている人の中でもですねうん、そんなにガツガツ稼がなくてもいいんですとか言いながら、まあ、例えばコンサルタントにアドバイスを求めるとか、 誰かにアドバイスを求めるとか、まあそういうケースとかがあるかもしれないんですけれども、まあ稼がなくてっていう言葉は集客、そんなに集客しなくてもいいんですっていう言葉もね、そうなんですけれども。で、あの、まあこれ、初回面談の時とかに、まあどれぐらいお仕事していきたいのかとか、どれぐらい頑張りたいのかっていう目標値によって、まあ当たり前ですけど私のアドバイス変わるんですよ。で、そのそんなにガツガツっていう言葉を、 えっとその人はじゃあ、例えば5万円とか3万円のことをそんなにガツガツ稼がなくていいという金額で言ってるのか100万円のことなのかっていう話でその人の個人差がありますよね。だから実際に数字で聞くんですけどね何十万円のことを稼ぐといい何十万円のことを稼がないということになってるのかその人の価値観を一回ちょっと聞かせていただかないとわからないので、まあ、ど,どんな感じなのかっていうのを聞くんですけど で大体この言葉を言う方に限って、まあ、あるあの特徴がありましてですねでそれをコンサルタントの立場的にアドバイスをするのが非常に難しいんですよ、まあ、あのも,もっと言葉を言えばしたくないっていうことなんですけどねじゃあなんでなのかっていうことを今日はちょっとね語ってみたいというふうに思います。はい では、えー、と本題に入ります、えーと。そんなにガツガツ稼がなくていいんです、そんなにガツガツ集客しなくていいんですっていう人にアドバイスをするのが難しい理由、大きな理由、2つです。まず1つ目は、えーと、その方が勘違いしてるっていうことです。だからアドバイスが難しいんです。2つ, <laughs> 2つ目は自分が言ってることを矛盾してるってことに気づいてないっていう、これがあのアドバイスするのが難しい理由になります。 はい。それぞれ、あの、お伝えしていきたいと思います。えっと、まずですね、勘違いしているからっていうのが理由って言いましたよね。何が勘違いなのかっていうと、あの、なんていうのかな。そんなにガツガツ稼がなくていいんです。そんなにガツガツ集客しなくていいんですって言うほど頑張んなくても、 稼げちゃったり集客できちゃったりすると思ってるんですかっていうことがまず勘違いしてますよっていう話です。あのー、当然、私に、まあ、初回、ね、無料面談とかやってますけれども相談をするっていうことはその人にとっては、まあ、お困りごとなわけですよ要は稼ぎたい、集客したいっていうお困りごとなわけです。だけけど、わざわざざ枕言葉をつけて、 そんんなにガツガツツって言うんですこの言葉の裏はどういうことがあるのかっていうとあまり無理はしたくないえ自分の時間は確保したい、えー、ガツガツ集客しているように見える姿がみっともないかっ悪いからやださらりとスマートにうまくいってるように見せたいという割となんかそういう,こう自分側がどう見,見られてるかっていうのをものすごく気にする方 が、割とこういう発言をします。それとあと、本当に時間がない方もいらっしゃいます。例えば、あと、一席、二席とかぐらいしか対応できなくて、家のことを大事にしたいからっていう時間的な、物理的に厳しい方で、そんなにガツガツ稼がなくてもいいっていう。まあ、この人の場合には、例えば満席レベルにあと一席、二席を増やせばいいっていうだけなので、まあ、 あの、確かにガツガツっていうことだとは思うんですけれどもね。で、じゃあこの人も勘違いしてるんですよ。何を勘違いしてるかっていうと、えー、っと、じゃあ特に前者の方の場合ですね、今現状集客できていませんっていう状態の方。で、その人がちょっと頑張ったらどうにかなる世の中だと思ってるんでしょうかっていうことを言いたいんですよ。つまり、えー、っとですね、 世の中の現状を把握してないですよねっていうことを私、伝えたいんですあのガツガツしなくてみんなうまくいっちゃってるんだったらですよあのさらりとぴゃっとやってうまくいくんだったらなんで廃業がそんなに多いと思いますかっていう話なんですよ。教室業を起こして廃業確率7割以上ですよ。下手す。れば8割まあ、コロナの時の えとめちゃくちゃいっぱい教室ができちゃった時のことを考えたらその量に対して今廃業しよう、廃業になっちゃうという人の確率はもっと高くなっているはずなんですだって、そんなに一生懸命準備もしないで、えー、とライトな感覚でおそらく開業しちゃっている人が多いからです、はい、で開業しちゃっている人が多いということは需要と供給のバランスが崩れるんですよね。例えばオンンンラインレッスンが少ない時には重宝されたし コロナで緊急事態宣言とかで家にこもってなさいの状態になっちゃったら退屈だから、まあ、習ってもいいかなとかいう感じで、あるだけで人が来るっていう時代はあったんですよ。だけど、その後、だんだんこうみんなが本当に長引くよね、コロナ長引きますよねってなって、えー、っと、オンラインじゃあ習おうかみたいになったら、今度、教室が増えちゃってるわけですよね。対面ができないからオンラインにしようっていう教室が増えちゃってる。その中で今度選ばれてトータされちゃうわけですよ。 そうすると、後からオンラインに参入した方って、結局、えっ、ー、と、先にやっちゃってる人のところにお客様がもうついちゃってるので、その人が向いてくれれば、もちろん、それでどうにか成り立つのかもしれないけど、遅いだけでもうすでにお遅れちゃってるから、イニシアチブ的に辛いわけですよ。主導権は先にやった人に主導権がありますから。で、遅れている。っていう状態でオンラインやりました。 で、さらにもう今またもう一個局面が変わってるんですよ。今度は世の中が動き始めたんです。コロナが終わって。で、昔のように同じにはいかないです。対面レッスンとかね。対面でやるっていう。だいぶ、あの、オンラインに移行しちゃいましたからね。だけど、家にいる時間が昔より少なくなってるんですよ。皆さんが。例えば YouTube を見るとか、なんか通信講座やるとかも、圧倒的に3年経った後で見る時間が減ってるんですよ。 まずこの事実を知ってほしいんです。この流れと事実を。ということは、教室いっぱいできました。で、まあ、オンライン化してない人なんて、なおのこともっとまずいんですけれどもね。で、比べられました。自分とここないです。廃業です。という流れがある中で、自分が集客はできていない。時代の流れにも乗れていない。対面しかやっていない。それなのに、 それなのにガツガツ稼がなくていいんですっていうのを最初から言ってしまうほど世の中甘くないしそういう先生のところに生徒って来ないんですよなぜならば生徒だって先生が熱心で自分の夢を叶えてくれそうな匂いがする先生を選んでいくからですもともと引いていて私ここまでしかやらない予定なんですっていうオーラ発言あとちょっと上から目線の コメントは、そのまんま文章にも SNS の発信にも全部出ていきます。そういう人って基本選ばれないんですよ。だから余計に、あの週ガツガツ稼がなくてもいいんですとか言ってる場合じゃなく、どんどん売り上げ落ちるし、どんどん人って来なくなっている。だから困ってるんですよね。だけど、それなのに、ォわっとしてるんですよ。ガツガツ稼がなくていい。 え、だったら別に稼がなくていいんだったら稼がなくていいじゃないですかっていうそ、そういう感じになっちゃうんですよ。だって、そ、そこそこ一生懸命やってる人がうまくいってるんですよ。ってことは、そこそこ一生懸命やるっていう覚悟の一個ぐらいは持っててもらわないとですね、あの、うまくいかないんですよ。だから、そんなにガツガツ稼がなくてもいいんですって言葉を言っていいと私が思ってる人は、 ある程度の地位を確立しちゃって一気にガーッと上がっちゃってでも人も勝手にいっぱい来るしもう受け切れないからそしたらそんな2月が稼がなくてもなんか人来ちゃうからいいんですぐらいの人はまだいいですっていうことですだから勘違いしてますよねっていうことなんですよそもそもできてないんですよ その人はどちらかっていうと頑張んなきゃいけない立場の人なのにそこをセーブをした状態ですね自分のできるとこここまでってセーブをして勝負できるほど今業界って甘くないんですよっていうことだから勘違いしてるっていうふうに思うんですよねだからあのそんなにガツガツ稼がなくていいんですっていう言葉を言うことによって 自分が努力をしなくていい領域に置いたりとか、あと、うまくいかなかった時の言い訳を用意しているようにしか私には聞こえないんですよ。例えば、私がじゃあこれをやってくださいとか言ったとするじゃないですか。でやらない理由。いや、そんなに私稼がなくていいし、被爆しなくていいからですって言えるし、じゃあ集客しました。集まりませんでした。その時にも言い訳が言えるんですよ。だから、 常に逃げ道を用意するためにその言葉を言っているっていう感じなんです。だって単純に人が欲しかったら普通に集客のことを習えばいいじゃないですか。それなのにわざわざ自分で天井を作ってセーブかけるんですよ。そんな人にアドバイスってめちゃくちゃ難しいんですよ。だってあの簡単なのはこれやろう。はい、わかりました。頑張りますっていう人の方が絶対成果が出るの私わかってるんですよ。だったらそういう人にアドバイスしたいじゃないですか。 自分で制限を決めて、いや、これ以上やるつもりないんですっていう微妙なラインを自分の努力の、ちょっとした努力でうまくいく方法を教えてくれみたいに言ってる人にいいアドバイスってできないんですよ。すいません、みたいな感じで。だから、世の中舐めてんなーっていうのと勘違いしてんなーっていうのが、そのいうことを言う人に言いたい言葉なんですよね。なので、それが言っていいのは、やっぱりだからガーッと登り詰めて、もう、 人いっぱい来ちゃって、もう全然大丈夫。だからもうガツガツいらないですとかでも、今来てる人増すだけで十分っていう人が言うなら、うん、合ってるなっていう雰囲気はするんです。はい。だから、できてないっていう状態を、まず現実直視をするで。その状況を改善したかったら、一旦はマックス努力してみる必要があるんですよ。で、その中で来すぎちゃった、やばいやばいって言ったら断ればいいじゃないですか。最初からなんで天井を、その、 自分でね、稼がなくていい。だから、2名でいいんですとかっていうふにするんだったら、いや、コンサルタントのアドバイスいらなくないですかっていう世界なんですよ。だから、言ってることとやってることが矛盾してるよねっていうふに思うのが、そのセリフを聞いた時に私が感じることです。これがまず1点目。勘違いしてませんかっていうやつです。2点目。矛盾してるってことに気づいてないってことですね。まあ、い1点目と非常によく似てるんですが、 いや、稼がなくていいんだったら、自力の努力でどうにかしたらいいじゃないですかっていう話です。はい。あのー、やっぱり、それなりに覚悟を持って、あっと努力目標で、それが企業塾であろうが、コンサルであろうが、一定の成果を出す人って、ある程度馬力かけて、その瞬間は頑張る人なんですよ。ということは、最初から諦めてるし、引いてる人って、あのー、やらないじゃないですか。 やらないいいからうまくいくわけがななんですよなのに集客したいんですかちょびっと稼ぎたいんですかっていうそのご都合主義的なところで自分の思い通りのちょびっとだけを、えー、どうにかしたいっていうのは結構この世の中においてわがままなんですよだから稼がなくていいっていうんだったらいいじゃないですか稼がないくてそれかプロフェッショナルなアドバイスなんていらなくて 自分で頑張って本なんて死ぬほど出てます。今世の中に。で、あの、ちょっと賢い人なら本を、いい感じの本見つけて、それを実践するだけでもできちゃう人います。ちょっと賢い人なら。だったらそれでいいじゃないですか。だって自分でセーブできるでしょその、どこまで稼ぎたいかによって本の冊数変えればいいわけで。だから、そうなんですよ。なので、 言ってることが矛盾してるんですよってことに気づいてほしい。で、それをこれからアドバイスを聞きたい。まあ、それが無料だろうか有料だもどっちでもいいんですけど、その人に対して、そんなに稼がなくていいんですって言われたときに、どういうテンションになるかっていうことを考えてみてほしいんですよねあの。だから適当なアドバイスになりますよね。だってやる気がないんですもん、そんなに。 それなのに、ここはこういうふうにして、私はここまでしかやるつもりはありませんけど、あと何人欲しいんですとか、どんどん落ちてってるんだけれども、問い合わせが欲しいですとか、ビジネスに向かう姿勢がなってないのに、えー、と自分の都合を優先する、イコール私にそれを言うっていうことは、お客様に対しても同じ態度をとってるんですよ。そういう方って。 だいたいホームページチェックとか SNS チェックさせてもらうんですけど、あの、自分がお客様のために頑張るっていうよりは、自分の教室に自分が埋めたいから、自分のために来てねっていう、そういう文章になってたりするんですよ、だいたいそれはいかないよねっていう、そんな感じです。だから、本当はそこに気づいてほしいんですよね。うん。 なのであの、自分で天井と限界決めちゃう人にはアドバイスって難しいんですよ。だからあの、プロの知恵いらないっていうことです。自分で頑張ったらいいんじゃないですか。自分で好きな量だけあげたいっていうのをコントロールすればいいだけなので。だからあの、そういう人は変わろうっていう覚悟ができていないし、変わろうというその コンフォートゾーンですね。自分にとって快適な領域は、ここっていうとこから出るつもりがないんだったら、そこは別にそれでいいじゃないですか。だから、いちいちね、あの、集客、あの、いや、し,したい、したいのに、そんなに頑張んなくていいみたいなことを言い訳的にいちいち言う必要ないのになっていうのを感じますね。はい。 言われた側、これからアドバイスをしようとしているのにそれを言われた側がどういう気持ちになるかっていうのを考えないで言える人なのでやっぱりそういう人って人の気持ち分かんないよねお客様の気持ちも分かんないよねって思うのは私がいつも感じることですだから人来ないんですよっていうことになっちゃうんですよ直接は言いませんけれどもねだいたいそういうことを言う方にはそういう思いを抱きます。 そして現実問題、勘違いしてるし、矛盾してることは分かってないから、だいたいそのまんま衰退していきます。本人の気持ちと意識が変わらない限り。つまり、天井を突き破るっていう状態を一回ブレイクスルーして、行き切って落ちる方が簡単なんですよ。だって、あの、やりたくない人断ればいいじゃないですか。いっぱい来すぎちゃうんだったら。まずそれができてないのに、 これぐらいでいいんですっていうふうに言いながら集客量をコントロールできるほど昨今の集客は甘くないですよっていうことを言いたいと思って動画を撮りました。はい。あの、これそうですね。このタイプの言葉を言う人は二通りなんですけれども一つは長年やっていてリピーターさんとか紹介とか 地元密着で対面で割と人が来ていた長い教室でどん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 自利品で、えー、と生徒数が減っていってるところの年齢上目の先生が割とこのセリフを言います。はい。で、もう一個は、えっ、ー、と、自分の都合が優先される教室運営をしたい方。えー、だから子供がい,い,いてもいいし、 えっと、副業片手までも全然構わないんですけれどもあと、だからほんのちょっとです月に2回ぐらい教室が開ければいいとかっていうレベルの時間的な都合と自分のご都合が優先される方その人は確かにガツガツ稼がなくていいと思うんですよ副業だからいずれは本業にしたいと思ってるのかもしれませんけどね。だけれども あの選ぶ側のお客様の立場になってみてほしいんですけど、まあ生徒さんってことなんでしょうけど、その方たちって普通にどこの教室も並列で並列で比べるんですよ。これ分かってないでしょうって思います。めちゃくちゃベテランとか、めちゃくちゃこう超人気で、えー、技術もすごいあって明るくてもう見栄えも良くってお話も面白いっていう先生がいたとして。 で、その人と、まあ値段とかね価値とか違うかもしれないけど、その人の開講日数がめちゃくちゃ多くて、自分は月に2回しか開講してなくて、行く側からしたらどっちの方が選択肢として選びやすいかって言ったら、その人気の先生でいっぱい開講してる方が行きやすいですよ、通常は。だから、そこにもし自分を選んでもらう理由があるとしたら、もうめちゃくちゃレアだけど、私しか知らない技術を教えますとか、 キャラクターが面白すぎて、もう,もうな、習うとかそんなのどうでもいいから話聞きに行きたいですっていうぐらいのカリスマ性を持ってれば成り立ちますけれども、大抵そのご都合主義、自分の都合を優先する方でガツガツ稼がなくていいんですっていう方はそこまで人気じゃないです、大体。だからこれも矛盾してるし勘違いしてるっていう感じなんですよ。なので、あの、これは コンサルの立場からのお話を今しているんですけれども何を一番ねメインで伝えたかったかっていうと要は自分の事業としてどうにかしたいんなら自分自身が姿勢を変えない限り変わらないっていうことですはいだから誰かの力を使って借りてっていうのであれば借りる人に対しての やっぱりあの素直に話を聞くって受け入れるっていう状況を作っていない限り無理だしじゃ受け入れるっていうことは話を聞いたら理解して素直に実践するかっていうところまで用意できてから話聞くのがいいんじゃないかなと思います。でなければさっき言ったように本を買って自力で頑張ればいいんですよ自分の解釈で。はい、でも一つ言っておくと今の世の中の時代の変化ってめちゃくちゃ早くって。 たくさんの本を読んで実践してやってる時間があるほど、えー、悠長な時代じゃないっていうことですね。だからスピードとあと行動力が結構求められる世界観はありますね。でこのまあ余談ですけれどもスピードと行動力っていうことから言うと今現状を例えば誰かねその有識者の人からいいアドバイスをもらっていたとしても。 同じ場所をぐるぐる回ってる人は、あの、言葉に出して言ってなくても、ガツガツ稼がなくていいんですって言ってる人と、ほぼ似たような領域になっちゃうので、まあ、勘違いしてるし、言ってることも矛盾してますよねっていう世界観です。同じとこ、をただただぐるぐる回ってる方はね。あの、ちょっとでも成長してたり、状態が変わってればいいんですけれども、あの、この、えっと、自分の中で、 人の話を聞いている風で受け入れないで同じところをぐるぐる回っているというタイプの人もほぼ似たような状況になっているなというふうに感じたりしていますはい。ということで、えっと、本日はそんなテーマでお話をしてみましたまとめていきますそんなにガツガツ稼がなくていいんです集客しなくていいんですという人にアドバイスするのが難しい理由それはその方が一つ目勘違いをしているから 二つ目、矛盾を、矛盾、矛盾があることを言っているのに気づいてないからということになりますので、今の現状を本気で変えたいと思ったら、そんな自分で自分にブレーキをかけるような言葉は使わなくていいということを、えー、理解していただきたいなと思い、はい、動画を撮ってみました。はい、以上でございます。それでは。